ダルバザにあるガス電火災。地獄の門という名で有名灯明とは、神仏に備える灯火を言う。仏教においては、サンスクリット語のディーパの訳で、闇を照らす知恵の光とされ、重要な供養の一つとされる。灯明は古くは油を灯す油皿が使われていたが、現在は、ろうそく、または電球によるものが多い。灯明を備えるために用いられる仏具は、食材や、灯籠、 林刀などがある。なお、灯明を灯すための食材は、仏教における基本的な仏具である三具足、五具足の一つとなっている。浄土真宗では、食材の他に林刀と呼ばれる、真鍮製の刀家具が用いられる。形状は、ゆえんよけの傘をつけた釣り具に、油皿を乗せる皿に輪をつけたもの、体で用いられる。寺院では、中村前と、祖師前に飲み、天井から釣って用いる。 在家の五内フッツでは、仏壇の天井より位置ついつ、和の形状は、宗派により異なる。大谷派は、油皿を乗せる皿に、和がついただけの簡素なものを用いる。本願寺派は、菊林島、高田派は、霧林島、仏光寺派は、富士林島と呼ばれる林島を用い、それぞれ、和と油皿を乗せる皿に装飾が入る。大谷派以外は、藍ずりと呼ばれる装飾された。 釣り金具を輪刀本体とかサブの間に挟む。詳細は EN、エターナルフレームを、参照円を永続的に燃やす行為は多くの信仰や文化で見ることができる。また、他にも無名選手の墓や偉大な人物を忘れないよう炎を永続的に燃やすという行為が見られる。古代ペルシャ、ゾロアスター教古代イランのアタルは特別な。 被災によって管理され、ゾロアスター教における神聖な火花、またはアムシャスプンタの概念を表していた。アケメネス・アサペルシャの時代には3つの意外な火が永続的に燃やされている共同体の火の記述があり、それらが永遠の炎の最初と言われている。ユダヤ教ユダヤ教寺院で見ることができるヘブライ語で永遠の灯火の意味を持つ透明、ネイル・ターミードが使用されている。 仏教中尊前とは、本尊前のこと。祖師前とは、親鸞見陰前のこと。グレートファイヤーズは、ロイヤルファイヤーズとも言われ、3世紀頃以降の、ゾロアスター教で、特別視された3カ所の廃下神殿。アジャー・バーゼン、マイヤ、アジャー・ファーンバグ、アジャー・ガシュナスプで、それぞれ燃やされていた。アジャー・バーゼン・マイヤは、労働者や、工芸家、農家など、アジャー・ファーンバグは、神官。 アジャーガシュナスプは、戦士階級に対応する2世紀のパウサニアス、ヘロドトス、エウリピデスの記述、ありがとうございます。